おや、先ほども休憩を取られたばかりではないですか。数ページも進んでいないのでは。何をおっしゃいます。それは基本編、まだまだ身につけていただくことは山ほどございます。基本的な所作からテーブルマナー、魔界の政治的な話にもついていけなければ一流とは言えません。この程度でスパルタと、私はあなたを案じて優しく手ほどきしていたというの。本物の教育というものを体感したいのでしたら、やぶさかではないのですが。いずれマキシス様がお戻りになられます。その時に我が娘が飛んだジャジャウマではお嘆きになるでしょう。それに書物は時の流れを忘れさせてくれます。教養の本に飽きたのであれば、伝記や小説でもお持ちしましょうか。はいはい、かしこまりました。まるで子供ですね。ですが、このようなことでご気分が優れるなら何よりです。
なさらなくてよいのです。もともと人として暮らしていた身、何百年という年月に飽きが来るのも当然でしょう。それに心寂しい思いを長らくさせるつもりはございません。ただ手をこまねいている私ではありません。じきにマキシス様はお戻りになられますよ。魔界にある様々な品で禁断のグリモワールの代わりとなるような心当たりがようやく見つかりました。ええ、見通しは明るいでしょう。少なくとも615年も待たずともよろしいかと。どうなさいました？え、その通りです。どうしたのですか？お顔がかけっていますよ。明るく振る舞ってはいるものの、人として生きてきた彼女に悠久の月日は辛いのでしょう。何か心をお慰めするものがあればよいのですが。そうだ、この時期ならば。お待たせいたしました。お茶の時間です、お嬢様。本日のお茶菓子は焼きたてのマカロンとスコーンです。今テーブルへ並べますのでお待ちください。
恐縮です。さあ、お茶をお入れしましょう。いい笑顔ですね。作った甲斐があったというものです。私にかかれば造作もないこと、お気遣いも不要ですよ。そうそう、よろしければこの後お散歩などいかがですか？周辺ならばさほど問題はありません。それに私も同行いたしますから。そんなに急いで食べて、スコーンが喉に詰まっても知りませんよ。そんなに顔を膨らませていると元に戻らなくなりますよ。それでは参りましょうか。お褒めいただき光栄です。マキシス様の教育の賜物でしょうか。
それでこの手を取ってはいただけないのですか。ずいぶんと変わりましたね。以前は恥じらってばかりいたのに、今では手を取ることもごく自然なご様子です。私の教育の賜物というわけですか。けれど恥じらうあなたも愛らしかったので、少し惜しい気もしますね。勝手などおりません。めでているだけです。あなたの反応があまりにも可愛らしいので。からかいすぎました。さあ、少し近道をしましょう。着くまでのお楽しみです。そろそろですね。この空間を出ます。よろしいですか。よく覚えておいてで。ここはマキシス様と共によく足を運んだ場所なのです。ええ、申し上げませんでしたから、伏せておくべきと判断していたのです。思い出話をするものではないと考えておりました。あなたが寂しい思いをするだろうと。ですが、語ることで開けるものもあると考え直しました。ですから今夜お連れしたのです。
マキシス様は気晴らしに魔界の方々へ出向くことが多かったのです。けれど魔王と呼ばれる者を畏怖する悪魔たちは目に見えて怯えました。あるいは取り入ろうと近づく者、敵意をむき出しにする者、魔王とは孤独なものです。威風堂々とした覇王、唯一無二の魔界の統率者、そのお心も疲弊する時はございます。そんな折、あの方はよくここへ足を運ばれたのです。自らの領地内、余計な邪魔も入らず心穏やかでいられる場所、そして時間ですね。魔界にもあなたの目を楽しませる場所はございます。どこへでもお連れいたしましょう。あなたの望むままに、少しでもそのお心を慰めることができたでしょうか。たとえ戯れのようなものだとしても、美しい光景でしょう。時期と時間が合わなければ見られない景色です。マキシス様もここを大層お気に召してらっしゃいました。そうですね、少なくともこの場所で淡い光を見つめるお姿は心安らかに思えました。魔界にも美しいものはございます。お心を慰めるものもございましょう。どこへでも見つけ次第すぐに私がお連れいたします。
改めて誓いましょう。お手を失礼。悠久の時の中でもいつもおそばにおります。そのお心をお守りするため、いかなることでも成し遂げましょう。律香様、あなたのために。